あの大阪特構想ですねこれあの本当にこの大阪の未来を決めるのは大阪の方々だと思うんでどういう結果になるのかあのとてもとても、えーまあ、注目してるんですけども、えー、そんな中であの大阪をその市を4分,4分割っていうかその区にするとなんか216億円だったかなコストが行政コストが上がるっていう試算をされたみたいでそれがその。 えー、毎日新聞ですか報道してそれがまあ騒ぎになってで松井市長さんが捏造だとおっしゃったってことなんですけどいやこれすごいなぁと思いましてあの現実に存在しないシナリオをやるのは捏造だっていや現実にそうですねだから現実は現実ですよねただどうどうなるかっていうそういう時に活節を立ててパラメーターを設定していろいろ計算するのをまあ科学の世界でシミュレーションって言うんですけどその そのパラメーータのだからも2つあると思うんですよ松井市長がだからパラメータの設定が間違ってるだろうっていうんだったら、まあ、それはそれで議論することだと思うんですけどその現実にはまだ起こってないことをその何ですかパラメータを設定してシミュレーションすることをですね「ね、え、つ、ー、造」というとです、ね、これ全部のシミュレーションが捏造になっちゃうんでそうするとあのブラックホールって我々近くに行けないしあの観測しててもその観測と。 その理論、一般相対戦理論の要言が当たるかどうかっていうのはシミュレーションするしかないんでということは松井さんが言ったのはそういう意味なのかそれともパラメーターがあの設定が間違ってるっていうことを「熱造と言ってるのかちょっとどっちなのかな「な熱造とは言わないですけどそれでパラメーター設定がちょっと違うよねっていう話だったらいいんですけど「熱造ってことになっちゃうとそのシミュレーションでブラックホールがあるって言ってるのも。 あのつ造ってことになっちゃうんで今年のノーベルあ物理学賞はねあのペンローズさんとそのなんですかブラックホールの発見した2人がもらわれたんであの今年のノーベル物理学賞も熱つ造で実 <laughs> 証取り消しってことになっちゃうんで困ったなと思ってるんですけど、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか